新幹線電車の光号が走り去っていきました。新幹線電車の光号に乗って東京駅から岡山駅までの旅を楽しんでみましょう。東京駅を発車して間もなく、チャイムの合図で案内放送が始まります。本日は新幹線ご利用いただきましてありがとうございます。光33号岡山駅でございます。終点岡山には16時20分、岡山の到着4時20分でございます。車内のご案内とお願いを申し上げます。車の順序は前寄りが1号車、一番後ろ16号車でございます。1号車から4号車まで自由席、5号車から後ろ指定席でございます。軽食堂と電話室は5号車と11号車でございます。ご用の説は車掌までご連絡お願いいたします。英語でも案内されます。今光号は時速210キロの猛スピードで走っています。鉄橋やトンネルもあっという間に通り過ぎていきます。新幹線電車の電話室から東京、名古屋、大阪、岡山などの都市には電話をかけることができます。もちろん外からかかってきた電話に出て話をすることもできます。随分便利ですね。電話室よりお客様のお呼び出しを申し上げます。東京の中条正隆様、東京の中条正隆様、お電話でございます。5号車または11号車ウィーフェ内電話室までお越しくださいませ。お疲れ様でした。7分ほどで終点岡山でございます。お忘れ物ございません。東京駅を出発してから光号は3時間10分で新大阪駅に着き、岡山駅までわずか4時間10分ほどで到着します。やがて新幹線は岡山駅から九州の博多まで通じるようになり、さらに便利になります。岡山、終点岡山でやります。お疲れ様でした。岡山でやります。出口は8号車と11号車の近くにございます。青い乗り換えの方、8号車と